逃げ回る必要なし、武器を使わずに安全に見ているだけで最強の魔物マクギン・ライネルを倒したい。そんなあなたにおすすめのアイテムを紹介するよ。ゴーレムの頭、光線の頭で作った自動追従レーザー、台車、浮遊石で作った矢札にレーザーを取り付けるよ。装置を起動して高いところに設置したらライネルを呼び出そう。トーレルーフで登ってあとは見てるだけ、見てるだけ、見てるだけ。屋根があるから安全だもんね。バッテリーが足りなくなってきたらそのエネルギーの使いどころだね。鉱石は地底でいくらでも手に入るからどんどん使っちゃうよ。ソナニウム装備があればバッテリー消費を抑えられるよ。さあライネル狩りに出かけよう。